写真拡大。全2枚。甲子園高校野球交流試合は17日、6日間の全日程を終えた。中止になった今春の選抜に選出されていた32校が1試合ずつ最高の腕試しとなる大舞台で、勝っても負けても1試合しか投げられず、実力を測りかねているのは本人たちはもちろんのこと、厳しい真剣勝負を重ねる中で大化けを期待していたプロのスカウトたちも同じだ。塚澤健太郎。コロナ禍が収まらない異例の夏は、球児の未来に大きな影を落としている。例年